はい、今日は9月19日です。札幌市内里山ホームグラウンド3に来ています。はい、この辺ですね、あの三つ葉が群生して新芽出してますので少し取ってきますかね。まあ毎度三つ葉で申し訳ないんですけども、まあもうすぐ出なくなりますし、あ、ここにですね、奈良竹出てますよ。ほら、これですよ。まあ、これ早生の、あの奈良竹で、多分八千奈良竹だと思うんですけども、まあはっきり分かんないんで奈良竹としときますが、はい、いいっすね。はい。カラマツ林でエゾアカガエル捕まえました。ちょっと小さいですけどね。でもまあ十分食に耐える大きさだと思います。今度は両型のですね、シノルメリングチありまして。シノルメリングチもですね、このくらいだったらですね、あの、美味しいんですよ。それで、鍋とか入って熱が上がったら、ほとんどですね、花井口と区別つかなくなりますよ。このくらいだったら。ここもありますね。よしと。まあこれはちょっと開いちゃってますけど、でもまあ十分食に耐えうると思います。はい、白ぬめり口ですね。はい、ここにもですね、花井口固まって生えてますよ。ほら、これまずはこっち、うん、まあ2つつながってますけども、正確には3つですね。融合してますけども。それと、まあ非常に陽菌ですけども。まあこれもう2、3日すれば大きくなりますね。私もう来ませんから。取っちゃいますよ。この、いや、この小屋でも十分美味しいですよね。それからこれですよね。よし。あ、あ、な、これ、違う。松葉です。一瞬カビかと思ったけど、松葉でした。それと、これと。いや、今日は結構大量ですね。いや、実は撮影せずに撮ってる、あの、花井口もありますので、いや、結構大量ですよ、今日は。はい。秋茜、撮りました。はい。今度はのしめトンボですね。はい、今度は札幌吹きバッタですね。あ、札幌マイマイがいましたね。うん、これは結構大きいですよ。うん、まあいたからにはやっぱり取っていかなきゃいけないですよね。ちょっと余計でしたけどね、これね。実はもう献立考えてあるんですよ。これが取れたおかげで、さっきまで考えていた献立が変わりました。今度はエズマイマイいましたよ。ちょっと小さいですけども、でもまあ札幌マイマイカタツムリ1個取っちゃったので、これも取っていくことにします。はい、エズマイマイですね。はい、ここはですね、ホームグラウンドさんで鹿にやられてない上髪草の群落なんですけども、うん、まあちょっと今日も撮っていきたいと思います。あのムカゴ、この前撮った時よりだいぶ大きくなってますよね。はい、太いの4本ぐらい撮りましたよ。立派ですね。もうこれ秋になった方がですね、立派になるんですよ。でムカゴつくし、初夏じゃなくてですね、上髪草は秋撮った方がいいですよ。はい、こう上の方に立派なムカゴいっぱいついてますよね。はい、ね、素晴らしいですよ。はい、はい、羽長吹きバッタですね。はい、それでは車が見えてきましたのでこれで帰ります。
はい、晩酌の時間になりました。今日もですね、もう秋仕様で勤務に行ってみたいと思います。まだこの部屋は暑いんですよ。27度あるんですけども、まあグラスをキンキンに冷やしてですね、飲めば、まあ飲めるんじゃないでしょうか。はい、それではいただきます。いや、冷たい、うん。それではですね、今日はまず鍋からいってみますか。まあ、ちょっと味噌汁みたいなんですけども、味噌仕立てなんですよ。で、煮込んでありますから味噌汁じゃないです。で、出汁はですね、あの調理のとこでもちょっと出しましたが、これですね、あの安丸出汁という、あの愛媛県松山市の高橋商店さんからご提供いただいてます。で、3種類あるんですけども、今日使ったのはですね、贅沢ローストだしというこう緑のものなんですけどね、それで、出汁を出してで、この出汁はですね、便利でこうパックになってるんですよ。で、ちょうどこの1袋ですね、1袋で 500cc、 私いつもだいたい 500cc 前後で混ぜてるんで、ちょうどいいんですね。で、パックになってるから出汁が出たらピュッと取り出してしまえばいいわけです。で、出汁だけなので塩味をつけなきゃいけないですね。まあ塩味いろんな形でつけられるんですけど、今日は味噌仕立てにしました。で、これはあの同じ愛媛県のですね、宜野味噌さんっていうところで作ってる、あの麦味噌で、使ってます。で、そちらはあのご提供いただいたわけではないので、あの、特に宣伝はないんですけども、まあそれで使ってるということです。あ、それでこの安丸出汁に関しましてはご提供いただいたので、概要欄のところに貼っておきますけども、ネットショッピングしてですね、その時にブラヤ食を見たと言ってアンケートに答えて、購入すると初回にですね、割引があるということなので、あのぜひあの利用してみてください。それで、あの宜野味噌の麦味噌の方はあの使っただけで、そういう、特権はありませんので、まああのどっかあのネットでも買えますし、あのスーパーにも売ってますよ。あの実はうちはあれですよ、札幌ですけども、スーパーで売ってるので買ってます。はい、ちょっと納期長くなりましたが、それじゃあちょっとまず汁飲んでみたいと思います。もう鼻に口がたっぷり入ってるのでドロドロですよ、ドロドロ。うん、いや、ものすごいうまい、ものすごいうまいです。それではですね、この中に入ってる、まあまず鼻に口ですよね。この一番上にあるの、これ、うん、これ鼻い口なのか白ぬめり口なのかわかんないです。もう鍋の中入れちゃうとですね、わかんなくなっちゃうんですよ。まあ鼻い口かな。これちょっと食べてみます。ものすごい美味しいです。いや、鼻い口なのか白ぬめり口なのかわかんないんですけども、白ぬめり口はまだ容器の、まあ、開いてもちょっとこのくらいの大きさぐらいだったらば取ってきて入れてありますから、あの要するに食べてわかんないんですよ。あの白ぬめり口なんか嫌う人いますけども、いや、こうやって食べたらですね、わからないです。絶対わからないですよ。あのわかる人いないと思いますけども。それじゃあもう一つですね、奈良竹ですね。はい、ここにちょうど奈良竹ありますので、これ食べてみたいと思います。はい、はい、あの奈良竹も美味しいですよ。それでですね、あと三つ葉ですね。ここにちょっと三つ葉ありますが、もうちょっとあるといいんですけども、うん、まあ一つだけです。じゃあこの三つ葉いってみたいと思います。はい、あのトロトロになってますけども
三つ葉の味はちゃんとします。で、まあ三つ葉をよそってから上に乗せるのがいいんでしょうけども、まあ北海道エキノコックスがあるので、まあしっかり熱を通すってことで一緒に、煮ちゃってます。じゃあこれ後でゆっくり食べますので、次へ急ぎたいと思います。次はこれですね、上葉味噌の茎を叩いてぬめりを出して、何のことのない目玉焼きの上に乗せただけなんですけども、でも多分これすごい美味しいと思いますよ。ちょっと卵が半熟なので、っていうかほとんど生なので、あの垂れるといけないんで、ちょっと持って食べますね、これ。美味しいです。まずいわけがないですよね。非常に美味しいです。それじゃあ最後ですね、佃煮、なんか同じ感じになっちゃったんですけども、前回とですね、2日前と、初めカエルが取れた時にカエルを鍋に入れてみようと思ったんですよ。だけどその後結局こういうトンボだとかバッタとか取れてきたし、カタツムリも取れたので、いや、そうしたらやっぱり佃煮しかないなってことで、ちょっと同じような佃煮になってしまいました。あのスポットで見てられる方もいるので、まあ、一応あのいつも食べてますけども、一応食べて食レポしたいと思います。まずエゾアカガエルですね、これね。あ、その前に胃がありますね。ここにちっちゃいけど胃があります。胃を食べます。はい、あの胃は美味しいですよ。あの、うん、食感といい味といい、結構美味しいですよ。肉よりも美味しいかもしれませんね。じゃあ次、この、 あの体の方ですけども、まあ骨があるんでちょっとしゃぶる形になりますけども、非常に美味しいです。あのもちろんこれもっとしゃぶり尽くして、最後はあの骨まで、全部骨まで私食べますので。それではね、次はこれいきますか。上葉味噌のムカンゴですね。はい、これは2日前にはなかったんじゃないですかね。違う料理になってたかもしれません。はい、じゃあこれいきます。これも美味しいですね。あの口の中もネバネバになりますよ。ネバネバの、うん、まあどういう成分なのか分かんないですけども、少なくともですね、このムカゴが落ちてそこからまた根が出てくるので、エネルギー源にはなると思いますよね。だからこう鍋なんて、まあ鶏肉入れてますけども、まあ、鶏肉は野食材じゃないですから、美味しいけどもエネルギー源ないんですよ。今ここに並んでるやつはですね、みんなエネルギー源、タンパク質だったり、こういう、うん、これ炭水化物と言っていいのかな、なんていうのか、まあとにかくエネルギー源なんですよ。だからこっちの方が、あの、まあ栄養価は高いということになると思います。それでは次、カタツムリいきますか。カタツムリは今日はエゾマイマイと札幌マイマイが1匹ずつなので、これですね。まあ味は同じようなので、この2匹一緒に食べちゃいます。カタツムリものすごく美味しいですね。こうやって食べる、まあどうやって食べても美味しいんですけども、こうやって食べても非常に美味しいですわ。あのどう美味しいかって、だから貝ですよ。粒です。粒と同じような味、食感、旨味あります。
それではですね、次トンボ。トンボ6匹ここにいるんですけども、これ6匹ね。で、アキアカネとノシメトンボがいるんですけども、もう何がなんだかわかんないですよ、ここだったらね。だからまあ、3匹だけ、半分3匹だけ食べてみます。混ざっちゃってますけど。まあ味同じようなので、混ざっちゃってても大丈夫です。はい、じゃあ3匹いってみます。はい、3匹。いや、これも美味しい。すごい美味しい。日本酒に合うんですけども、いや、今日日本酒飲むかビールにするかギリギリまで迷ってたんですけども、やっぱりまだ部屋の中暑いし、まあ、汗かいたので、現場はビールにしちゃいました。じゃあ、バッタですね。あ、ここにトンボもう一匹隠れてましたね。トンボ。トンボはこっちです。はい。で、これが札幌吹きバッタですね。この大きな二つ。で、ちっちゃいのが羽長吹きバッタ。で、これは取れた足です。あの、取れた足もですね、ちゃんと私食べますよ、これ。もうほとんどここは、栄養がないんですけども、食物繊維だけなんですけども。でも、まあ、つまみにはなるんで、この足も食べますが。じゃあ、まあ、味が同じなので、この一番大きいですね。札幌吹きバッタ。これ、いってみたいと思います。バッタも美味しいですね。秋になるとどんどん肥えてきて味が濃厚になってくるんですよ。で、美味しくなってきます。はい、ということで一口ずつですけども今日の野食材を一通り食べ終えました。で、今日は何と言ってもですね、ハナイムチですよね。落葉キノコ、これすごい取れました。で、料理しきれなかった分もまた冷蔵庫に残ってます。あんまりそういうことないんですけどね。で、しかも私はハナイムチこんな取ることってあんまりないんですよ。だいたい私が行くとこってものすごい人が来るとこで、休日はもちろん平日すらですね、たくさんの人が来て、で、みんなほとんど落葉目当てなんですよ。花井口目当てなんです。で、もうすごく朝早くからもう5時か6時ぐらいから入り込んでですね、撮ってる人たちがいるので、まあいつも私はそういう人たちが取り残した陰に隠れたものとかそんなものを撮ってるんで、そんなにたくさん撮らないんですよ。でも今日は結構撮れましたよね。まあ皆さんの中にもっといい自分の場所を持っててですね、人があんまり来ないとか思ってる人はもっともうとんでもない量取るかもしれませんが、まあ私はもう今日取ってるのはなんかもう花井口にしては非常に多すぎるぐらいなんですよ。いつもそんな取らないんです。で、そんな私ですらあんだけ取れたんだから、多分あそこに、まあホームグラウンドさんですけども、行った人たち、この連休中ですね、15日からの連休中、それからまあ平日も結構人来てますから、それから今日も来てましたから、まあものすごい数の人が来て、もう唐松林の中もう踏み跡だらけで、もう道がこう縦横無尽にもうみんなが歩くからできちゃってるんで、そのくらいみんな来てるんですよ。で、私がこんだけ撮ってるから皆さんもみんな撮ってると思うんで、ものすごい量出てると思います。ということで、まあ花井口は今絶好調というか、ものすごい出てると思います。多分北海道内の人ならば、まあ大体みんな道内同じようなもんなので、ぜひ金松林を目指してください。花井口今絶好調の時です。はい、それじゃあですね、あと残った部分を、ちびちび飲みながら晩酌を続けたいと思います。今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。昨日ですね、作ったけども食べられなかったものがあるんですよ。それがこれなんですね。で、これは形のいい花井口を昆布だしつゆ、3倍希釈の昆布だしつゆに漬け込んで、まあ一晩以上漬けないと味が染みないんで、昨日食べられなかったわけです。で、まあ今日これから食べてみたいと思うんですけども、で、あと残った花井口はですね、もう豚バラ肉と、ごま油で炒めて昆布つゆで味付けたい。じゃあちょっと今日はですね、日本酒で行ってみたいと思うんですけども、これは八海山ですね。新潟県南魚沼市の八海山です。いや、八海酒造で作ってる八海山です。それではいただきます。
それではですね、これ食べてみたいんですけども、まあちょっと大根おろしをつけて、食べます。一緒に食べるの難しいので、まあ、ちょっと先にこれ食べて、いや、これはうまい。すごいうまいですよ、これ。この花井口の味とぬめり、それから昆布つゆの出汁の味で、この大根おろしの辛みと一緒になると、もう最高ですね。いや、これすごいうまいですよ。酒のつまみとしては最高です。で、こっちはですね、ちょっとあの食べきれないで、明日以降の私のおかずとか弁当のおかずになるんで、まあ、一口だけ食べてみたいんですけども、まあ、花いぬき、こっちは開いた方の大きな花いぬきをこうもう小さく切ったようなものですね。まあ、一口だけ食べてみたいと思います。はい、これも美味しいですよ。非常にマイルドになって、どっちかというとこれだったらご飯のおかずとして食べられるかもしれません。こっちはですね、ご飯のおかずというよりやっぱり酒のつまみですね。いや、これからまだこれでまた晩酌2日続けて続けたいと思います。はい、それでは本当に今度こそ本当に、ご視聴ありがとうございました。